随着疫情开始慢慢受控，早前取消多场日本及韩国演唱会的韩国女团 TWICE 近日宣布即将回归。除了会在六月初推出韩语迷你专辑之外，他们也会在七月带着第六张日语单曲回归。这天 TWICE 就公开新专辑的封面拍摄片段，九位穿着全白的美女大玩泼墨，非常青春可人。밝게나와서좋은것같아요粉丝들한테응원이될수있었으면좋겠다저렇게큰벽에막페인트엄청칠하는거처음에서되게재밌고지금온몸에막묻혀있는데그래서더재밌는것같아요아거의페인트で그렇게쓰는건初めてなのでこうやって顔にもやりながらもすごく楽しい撮影になっています。こういうの一回やってみたかったんですけど、実際にやってみたら思ったようになんかちょっと難しかった気がします。でもすごく楽しく撮影を終えれたので、写真がいい感じに出たらなと思います。今日は最後にこうやってペイントで遊ぶ撮影をしているんですけど、こうやって顔にもお洋服にもたくさんつけて撮影してるんですけど、このお洋服はジョンヨンちゃんがこうやって落書きしてくれました。すごく楽しかったです。最近疫情令全球所有人的情绪都非常低落 ，TWICE 就希望透过新专辑为大家打气，令全世界充满正能量。せーの、おいのみや TWICE です。はい、TWICE JAPAN6 シングル「ファンファレ」のジャケットが完成し、本日解禁されました。